はい、チューリップリンセスです。ごきげんよう。今日はね、ちょっとなんかマイクが安定しなくて、音声がなんか乱れてておかしかったので、後撮りにしました。せっかく喋ったんだけどね。これもちゃんと取れてるといいけど。今日は美食女クラタンにしました。こんな感じですね。あの、よいしょ。これはね、グルテンフリーとあのカゼインフリーなんです。えっ、ー、と、具材としましては、大自宅範囲の えとマほろばの、えー、鶏胸肉とあとじゃがいもとえっ、ー、とにんにくとあとニンニクをね生のニンニクをスライスして入れたのとあと玉ねぎとたっぷり入れて、えー、玉ねぎじゃがいもにんにくマほろばの鶏胸肉あとねあのマッシュルームが切れちゃってたので代わりにエリンギ。 とあとね、丹沢ハムの、えー、ロースハムですね。そんな感じかな。で具材としては、それをオリーブオイルと塩、コショウで炒めて、ちょっと美容と健康のために、オレガノと、あのー、シナモンもちょっと入れて、あの炒めまして、でそれでね、あのそちらにあの米粉ですね。米粉をこう振りかけて、あの全体にまぶして、その上から豆乳を注ぎまして、 で、それで煮込んで、えー、っと、それでだいたいもう、あの、生地が完成するんですけども、そこに、あの、洋風ブイヨン、第一宅配の洋風ブイヨンを入れました。で、それでこのもう、グラタンのその、生地を作って、で、もトロトロになってるからね。で、あ、そうで、それでね、この、ペンネですね、マカロニの代わりに、グルテンフリーのペンネを入れました。 なんかねホットクックで麺を茹でるっていうのがあってそれであの別茹でしてねあのちょうどなんかあのいい感じで茹でてくれるんですねでそれでそれをあの後でまた追加してちょっとだけ煮込んででこんな感じですねでそれをこれを信州焼きのグラタン皿に移してでその上から四つ葉のミックスチーズをかけて。 それで焼いた感じですね。で、その上に有機パセリを乗っけました。なのでこちらは本当に、あの牛乳も使ってないですし、えっ、ー、と、小麦粉も使ってないですし、もう本当完全グルテンフリー、えー、カジェインフリーの美食ジョグラタンです。 ね、美味しいです。<laughs> こんな感じですね、うん。ちょっと全然お外のグラタンとは違うんですけれども、あの、もう全然脂身もないですし、私、ロースハムのもうあの白いところも全部カットしちゃうので、あの、あとも鶏胸なのでね、脂身も全然ないですし、バターも入ってなくてね、オリーブオイルで、ちょっと多めのオリーブオイルで炒めてますね。感じなのでね、すごっくね、あの、全然、あの、体にいいですね。もたれないと思います。 じゃがいももね、ちょっと入ってるしね。で、この左上のは、あの、ホットクックでこれ作ったんだけど、なんかね、細長い、やっぱりちょっとおしゃれななんか株があったので、なんかその細長い、ちょっとおしゃれな株と、あと小松菜と、あとね、これ見えづらいけど、オクラですね。オクラを、あのー、ホットクックに入れて、オリーブオイル回し入れて、お塩回し入れて、無水で6分ぐらいの野菜の蒸しに。 でこれがあの昨日、あのー、ホットクックで蒸したいでき金時のさつまいもでしょ。でこれが昨日作ったあの人参、うん、玉ねぎ、わかめじゃがいものお味噌汁です。こんな感じでした。もうすごい、あのー、美食場グラタンセットはこんな感じで全然あの体に重くないものです。 こんなちょっと違う写真。これね、あのグラタンでしょグラタンでしょお味噌汁、さつまいもでしょあ、同じようなお写真。あ、そうね。これがこの無水で茹でたオクラとカブと小松菜。で、これも手葉物野菜も取れる感じなので、あの、すごく 体ににいいいかなっていうさつまいもも取れる根菜も取れるしまあ葉物は小松菜だけだったけどね今回ほとんどあそうだよねそんな感じかな、うん、<laughs> ちょっとしどろもどろになっちゃったんですけどもこんな感じの今日はあのバランスが取れた美食ジョグラタンセットにしてみました今日もありがとうございますみんないつもいろいろありがとうございますまたいろいろやりますねではまた Bye-bye.